タイチ TV。 はい、皆さんこんにちは。パーソナルトレーナーの村上太一です。お腹の周りの、脂肪の話、前回もお腹周りの脂肪を落とすエクササイズっていうのを実はご紹介させていただいたんですけれども、今日はね、少し短めのお話になるんですが、お腹周りの脂肪ってそもそもなんでつきやすいかっていうお話をしていきたいと思います。皆さんの体の中で、大切な、臓器ありますね。脳だったり消化器官だったり、いろんなところに、臓器があります。で、人間の体はその臓器っていうのを、守らなきゃいけないですよね。大事なところ、心臓、脳だったり、守らなきゃいけないんですけど、脳は頭蓋骨に守られてます。心臓周りもね、肋骨とか背骨で、しっかり守られてるわけですね。で、実はこの消化器官のあたり、お腹周りってあんまり骨がないのは、ご存知でしょうか。背骨はもちろんあるんですけれども、守るように骨があまりついていないんですね。はい。で、実はその内臓を守るために脂肪っていうのがつきやすいっていうお話も実はあります。なので、お腹周りっていうのはある程度他の、よく動かすところ、肩とか、そういったところよりは脂肪がつきやすいというふうに言われています。だからといってお腹周りの脂肪をほっといて、ずっとね、下っ腹が出てるの気になっちゃってるなっていうふうに、過ごすのもあれなので、じゃあどうしていったらいいかっていうと、よく動かすっていうところですね。骨が近くにあるところ、肩関節とかもそうなんですけれども、骨が近くにあるところってよく動いてるんです。よく動いてる場所って、脂肪が少ないんですね。なのでお腹周りもよく動かしてあげることが非常に大切になります。はい。なので、前回ご紹介したみたいなお腹周りのエクササイズをすることで、あんまりきつくはないんですけど、お腹周りをね、しっかり動かすことで脂肪を落としやすくするっていう効果が、実はあります。で、コメントね、質問いただいてたんですけれども、お尻に効いてきてしまうっていう、コメントをいただいたんですね。で、多分力んでる場所の、問題かなっていうふうに思います。フォームを真似することに必死で、違うところにちょっと力みが出ちゃったりだりとかっていう、ことが、ありますので、まずはとにかく力を抜いてその同じ動作ができないかどうかっていうのを試してみるといいんじゃないかなと思います。特に脇腹をこう縮めてね、足を上げる運動、肘と膝をこう近づける運動なんていうのもやりましたけども、無理やり足を上げたりとか無理やり手を下げていったりとかすると、違うところにね、力みが出てくるケースもありますので、しっかりお腹周りが動かせるっていう風にね、やっていくといいんですけど、実はしっかりこのお腹周りを動かすっていうのはなかなか難しくて、最初のうちはどうしても手足がね、動くんです。それで、少しお尻がね、筋肉痛になったりとかしてるケースもありますので、そういう場合はしっかり脱力トレーニングをやってから、そういったエクササイズをやるっていうのもおすすめです。僕がよくお話ししてる座った状態で丸まったり起こしてきたりするエクササイズでもいいですし、以前紹介したでんでん太鼓のように手を回すエクササイズなんかでも、体の力を抜くことができます。で、手先足先の力を抜いて動かすと、体の芯の部分っていうのはね、動きやすくなってきますので、それでぜひ、お腹周りというのを動かしていくといいかなと思います。はい。ということで、本日は短めになりましたが、お腹周りの脂肪なぜつきやすいのか、内臓を守るためについてるっていうのもね、あります。ただ、骨が近くにないので、動きにくいという部分がありますので、ぜひ、お腹周りを動かす、エクササイズをやってみましょうというところですね。で、別のところに力が入ってしまっている方は、ぜひ脱力エクササイズを先に入れてからやってみることをお勧めしますというお話でございました。お腹周りのエクササイズね、これからも、いろいろ紹介していきますが、やってて違和感を感じたら、ぜひ、中止して、自己流でね、ずっと続けてるとどうしても、悪い癖がついてしまったりとかするので、何か違和感を感じたり、動画のね、聞いてくる場所とかとちょっと違うなと思ったら、一度中止して、近くの専門家に見ていただいたりとか、僕がね、ちょっとまだ予定は分からないんですけど、今後セミナーとかでお伝えできることがあれば、直接ね、そこで聞いていただければと思いますので、お待ちいただければと思います。ということで、本日もご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。ご視聴いただきありがとうございました。お腹周りね、なかなかしぶといなと思ってた方もいらっしゃるのではないでしょうか。守るためにね、ついてる部分も実はあるんですね。ただ動かすことで落とすこともできますので、頑張っていきましょう。